こんにちは、カウンセラーの大和恵美です。今日は、浮気率、男女浮気率、これ何度言ってもみんな分かってくれないので、どっちが浮気してるかっていう話をしようかなと思います。あのですね、女性と男性どっちが浮気するのかって話なんですけど、浮気しやすいタイプとか人とか、みんなそういうの心配するじゃないですか。同じです。同じ、これはもう本当に男性と女性がいて、男性プラス、男性女性の、その50%50%なんですよ。だから男性が男性と浮気するとかはありえないじゃないですか。あ、もちろんそういうゲイの方以外はね。だから男性プラス女性なので、女性側も絶対浮気をしてなくちゃいけないっていう、あの結局だから男性が、の経験の数と女性が経験している数というのはもう、比率としては同じなんです。わかりますか？これ数学的にですよね、その統計学的にっていうか、5人の男性5人の女性としたとしたら、みんな5人の女性は5人の男性としてるっていう、統計学的にそうなっているので、ありえないんですよ。まあ誰かが100やって誰かが1っていうことはありえるかもしれないけど、まあ統計学基本、じゃあ女性側もそういう人がいるっていうことになります。つまり女性と男性の経験率とか浮気率っていうのは全部同じになってます。もちろん 4.98 でとか、同じだよな。まあもちろんこの結婚してない人が、結婚してる相手と付き合うとかもあると思うんですけど、まあこれもね、話されていないだけで、女性が結婚している立場で男性が結婚しないなんていうのはよくある話なので、ただ単に表に出ないだけです。じゃあどうして、どうして皆さん勘違いをしているのかっていう話なんですよ。どうして男性の方がどうしても経験があると思っているのかっていう話で、まあ、これ結婚してもそうじゃないですか。みんななんか、こんなに下手だとは思わなかったみたいな、そのっていうか、なんか男性がリードしてくれるものだと思ってましたみたいなのが多いわけね。で、ま、それに来るんだよね。だからその経験率っていうのは男性の方が多くて、なぜか女性がいつもなんかこうお願いしますじゃない、快楽を与えてくれるものというふうにしていると、そこにまあ問題があるんですけど、まあ、快楽を与えてくれないからね、そんなんじゃ。でなぜかっていうと、やっぱ社会問題なんです。これ社会的に男性は自慢できる、いや実は昨日やっちゃってみたいな、いっぱいいればいるほど自慢なんです。男性は数を自慢することができる、大体だから1とか2とか多めに言うみたいな。でも女性は、自慢できないせいです。あの隠すのがうまいって言えばいいけど、あの、ま、浮気をした場合に、バレる率っていうのはやはり男性の方が多くて、ま、女性の方が少ない。だから女性はだからある意味優しいと言えば優しいんだと思うんですよ。相手に分からないように、浮気ができるみたいなとか、まあ、他の人と関係が取れる、その何もなかったかのようにできるみたいな。でも男性はどうしてもそこにボロが出るし、やっぱちょっと言いたくなっちゃう、自慢したくなっちゃう。でそれ奥さんにもかって言ったら、だから本当男だからさ、やっぱその征服したっていうことが自分の、力になる人はほど、なんかそういうこと言うとたくさんの女性って、結局その根本的にあるのは本当に自信がある人だったら、まあ、そんなこといっぱい数をつければいいとかそういうことは思わないんだろうけど、やはりその数っていうのはもう本当にその人の自信のなさの、数自慢っていうのは自信のなさ、その人の問題の、象徴であると私は思っているので、やはり自信がないから、そのやはりバレやすいし、奥様にも、まあまあパートナーにもバレやすいし、女性がやったらね、あんまりバレないんだよね。そこまで気使ってあげれるみたいな。男性、まあそういう人も男性もいると思うんだけど、あの、まあ、男性は基本だから、その、そういうことが、悪い子、たくさんの女性と関係するっていうことがプラスになる性という感じですね。たくさんの経験、性的経験はプラス。女性はたくさんの経験はマイナスなので、やはり浮気をした際に許される世界っていうか、まあ、しょうがないよね、男だからみたいな感じのやつってあるじゃないですか。いやいや、同じだよ、みたいな。
でもなんか私の友達とか喋ってても男だから僕はみんなそうなんだよね。なんかそのそういう男なんかあのそういう気が多い性格を男だからという理由をあの許してもらえる理由にしているみたいな。それは女性にはないものかっていうと全く同じなので、全く同じなので、なぜか女性は許されないせいであり、男性は大丈夫っていうのがあるからこそ、女性はまあ隠すというか言わない、相手を傷つけるために言わないことが増えるし、男性はまあね、だからそこら辺がちょっと緩いというか、まあ、男だから許してもらえるだろう。だから結構女性が浮気して離婚になるっていう確率、男性が絶対許せない方も多いですよね、うん、でなんかあの読んだことあります、あの女性の場合はあの探偵さんの中で、女性の場合は、男性が浮気した場合それでやめてくれるために、探偵を雇うんだそうです。そのもうやんないでねみたいな意味で、そのここでやってるでしょっていう意味で、そのまあもちろんそこで、いろいろ問題はあるけど、でもその時に基本関係性を切るために探偵を雇うんじゃなくて、彼との再構築をするために探偵を雇う。男性の場合は基本多くの男性はもうバレたっていう時点で切る、その再構築じゃなくて離婚をするための証拠として使うっていうことが多いような気がします。多いですっていう感じでした。だから女性の浮気って許されないですよね、うん、まあ、もちろん そのね、そこにはなぜかっていうと経済的に問題とかいろいろあると思います。女性の場合はほら働いてない女性もいるから、まあ、そこでね、そのじゃあ別れてやるとか言ってもね、子供3人と仕事なくてどうするみたいな話じゃないですか。男性の場合はまあ子供がいない場合は特に、まあ、子供がいても自分がね、子供が大きかったりとかしたら自分が育てるっていう人もいるでしょうし、結構その経済的権力みたいなところはあのなんか浮気たかだか浮気じゃんみたいなところもあるわけじゃないですか。でも男性は許せないっていうのは、その女性は浮気をしないものだという低層観念おかしいんじゃないかお前みたいな。もちろんね、でも男性は全く同じだけど、文化的にそれを認められている文化であるという感じなんですよね。だからそこをね間違っちゃうから、その女性は性欲がないとか男性がリードしてくれるだろうっていうことになって、性的なものっていうことを結婚とかお互いのパートナーとの関係性に全て男性がやってくれるという幻想を抱いて生きていくと、やはりレスになったりとか、それなりの問題が出た時にやはりその枠組みの中で動きたがるっていうことですね。男性がリードしてくれる。でこれはもうセクシャリティだけじゃなくて全てなんじゃないですかね。だから不満の、女性の不満の一つの中には、男性がリードしてくれない、全てのことにリードしてくれないっていうこともあるかもしれないし、男性の不満の中には女性が言うことを聞かないっていう、あの恐ろしい構図みたいのがあって、それにハマってればいいけど、ハマらなくなった時点でガタガタと関係性は崩れていくと。ちょっと怖い話でも別にあの他のやり方とか関係もあるんじゃないっていうのがこれからの生き方ですね。その一つのやり方に、その自分の当たり前、常識、こうであるべきだろうっていう夫婦関係を続けないっていうことがすごく大切。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。また、さよなら。